えっと、カメラアプリについておかしなことに気がついちゃったので報告します。マニュアルのモードにしたときに、えっと、ここでですね、設定できるのがホワイトバランスの調整だけなんですよ、なぜか。あと、それぞれの強度だよね。明るさか。それぞれの明るさ。 しか調整できないんですよ。つまり焦点距離とか露出とか手動操作できないんですよ。全然マニュアルモードっていう感じがしないんですけど、ちなみにこれはエクスペリア X コンパクトなんですけど、これのマニュアルモードだとね、こういう風にちゃんと変更できるんですよ。露出だとか、シャッタースピード、フォーカス、ね。できるよね。 つまりこういう違いです。何なんだろうねこれ。こっちとこっちでカメラのセンサーが違うので、こっちで使ってるカメラのセンサーがそういう仕様なのかなもしくはこっちのカメラアプリの作り込みがまだ足りないとか、よく分かんないけど、そういうことになってますということを報告しておきます。